株式会社和光コーポレーションの久門と言います。当社は建設現場に足場というものを提供させていただいております。この足場というものは住宅だったりとかそういった建造物を仮設するときに必要な人が乗るようなものを作り上げているような仕事になります。これには安全というものがどうしてもつきもので、この建設業界と呼ばれるところは安全に対するところ、それに付随する労働災害ということを撲滅するために各社いろんな取り組みをされてて、当社もそこに携わっているような仕事をしております。私が感じるこの仕事のやりがいというものは、やはりその実際にね、相対するお客様がいらっしゃって、お客様がやっぱり喜んでくれることが大事だと思っています。その喜ばれることっていうのは、当社で言えばより良い足場を提供すること、安全であること、そういったことがお客さんが喜んでくれることであって、それをすることによってね、そこからこの建設業という業界に、そういった安全を提供していくことがゆくゆくはやっぱり社会貢献につながっていくと、こういったところの向上を図れる、そこに携わっているということがやはりやりがいなんじゃないかなと。お客様方が現場に来られる時はね、やはり危険というものがどうしてもつきまとってくるところになってきます。僕らもそこに一緒にいるときは、当然そこの安全に気をつけて作業してまいりますのでね、ぜひご遠慮なくお越しいただいて、そういった実際の風景をね、見ていただければと思います。株式会社小島工務店施工管理部門建設部の磯部と申します。普段は現場において施工管理や品質管理、安全管理を務めております。足場工事が終わった後は大工さんが使用したり、電気屋さんが使用したり、様々な業者さんが使用します。また足場業者さんと協力し、小島工務店では信頼できるパートナーと皆様のお家づくりを進めております。私としましては、品質管理、安全管理は当然なんですけれども、お客様の思いのたくさん詰まった注文住宅ですので、その思いに応えられるように職方一同一棟一棟丁寧に施工することを心がけております。お家づくりはお客様にとって生涯で一番大きい買い物だと私は思っております。そして我々も失敗することが許されません。そのために誠意を持ってお家づくりを進めてまいります。